タリオン TV をご覧の皆様、こんにちは、ハムリンです。この度ダービースタリオンマスターズはおかげさまで2周年を迎えることができました。感謝の思いを込めていっぱい大サービスしちゃうよ。行動力や解析費用はなんとなんと全部ゼロ。交換ポイントも期間中ずっと割引。さらに私が担当するドリームボールはなんと毎日10回無料だよ。そしてそしてスタリオン TV では超スゴマ祭の模様をお届け。ついにあのオグリキャップが登場するよ。これは見逃せないね。他にもイベントやキャンペーンが盛りだくさんの2周年をたくさん楽しんでね。はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。ダービースタリオンマスターズ2周年ということで、こちら始めていきたいと思います。はい、ご覧の通り、いろんなイベントがありますね。ドリームボール。やっぱり、なるほど。やっぱり綾菜だったんだ。CV。竹立綾菜。ハムリンが、ボイスつきましたね。まあ、このようにいろいろありますね。もう、お祭りですね。お祭り騒ぎ。なんだろう、このビギナーズチャレンジって。まあいいや。しかもこれ、ダビフレボード。解析が無料なんですよね。まあ、この辺を。解析が。何度やっても無料というのがすごい。おお、なるほど。中央値が出るわけですね。ご覧の通り。ブラックタイヤフェア、スルオゴールド、この辺だとどうなるか。無料のうちにやっとかないといけないですね。おお、さっきよりは高いかもしれない。次に、解析センターです。将来は割と期待できる重傷を狙えるってなってますね。普通ボーイ、怪我をしやすい、これはきつい。早熟気味か。新しく解析しましょう。
現役馬ですからね、これは。時期が来たら、スタミナも要求されてきて厳しいよねってわけですね。普通浄化、新しく解析。ちょっと厳しいな。これは最大のポテンシャルと、あと現在の状態を示してるんだろうかね。もうデビューしないといけないんですけどね。お、なかなかいい。これ結構期待できそう。短距離馬ですね。短距離馬じゃないや、中距離馬か。普通ゆけゆけ、すごい名前ですね。うん、厳しいかな。仕上げないといけないね。八重桜、今10月を2週ですからね。結構2歳馬って言ってももうデビューしないといけない時期になると思います。お、いろいろポテンシャルも高いということですね。調子落としてますということです。普通ウエスト、ほぼ仕上がりきってる感じがあります。普通クローネ、調子が落ちたとかも出るんだろうかね。干潮ですが7割ぐらいまで上がってきました。スピード感に欠けますって書いてます。気象とかはまだまだ上げられるみたいです。と、こんなあたりですね、解析は。あとは、そのドリームボールってなんだろう。解析結果も出たら嬉しいんですけどね。霧島厩舎に入れろっていうわけですね。では、霧島厩舎へ、入れましょう。どうもた、馬房いっぱいやんけ。ってわけで、戦後厩舎に入れましょう。もう一頭、入厩できる馬がいますね。馬体解析をすると、朝日杯フューチュリティステークスに任せて仕上げてみてはいかがでしょうかということで、今、入れときたいんで、泉厩舎に入れましょう。牧場へ戻りましょう。この馬は、短い距離、この馬結構期待できるんですよね。楽しみ。普通トライが、
これが放牧してる馬ですね。こんなあたりですね。展示室。まあ、まだまだ。ですね。設備拡張もできます。馬房拡張。これもう払っちゃいましょう。でもって。所持品1万。所持品いろいろありますね。オプション。なんか落ち着きますね、この BGM。素晴らしいです。抽選会。やってみましょう、抽選を。すごいな。今までなかったボイス、竹田つあやなボイスが。お、来たぞ。星5じゃない、星4か。なんかすごい。スーパークリーク、星5ですね。いいですね。300も消費するのか。アグネスデイタル、星4ですね。おっと、これか。このドリームボール、ドリームボールって言ったら自分は思い出すのは水原ゆうき、あれですね、野球教の歌ですねって。まあ行ってみましょう。これは何だろう。いろいろありますね。スピードシンボリーの 1967×1 っていうのを入手することが一等でできましたね。なるほど。馬蹄石を使えばもう一回抽選ができるっていうわけですか。北斗の抽選会、なんだろうこれ。昔やってたな。なんでこんなのと提携するのかわからない。客層が合ってんのかな。AC ワシントン星4ですね。このようにいろいろやってます。ダビフレなんていうのもありますね。おっとおっと、星初登場ですね。お、星4来た。トゥーザワールドも星読んだ。引きまくりですね。星読まない。まあこのぐらいにしときましょう。星読もありますね。以上ですね。ガチャは、なかなかいいガチャなんじゃないかなと思います。さあ、プレゼントも待ってますね。資金40億。アーモンドアイを。
買う権利をやろう。アイモンドアイ、今年の牝馬三冠馬ですね。まあレース行ってみましょう。厩舎へ。特別調教。疾風行ってみますか。このレベルがあるんですよね。調教。合わせ。これで行ってみるか。まだ重いってわけで。なんかすごいな。重いってことですね。大体ですね、方針としては2走走らせた休ませるようにしています。 OK です。これで翌週へ行ってみましょう。レースあるかな。ない、ないね。おっと、ちなみにウッドチップ行ってみるか。合わせ調教はできないんだ。さあ、くるみ賞に出走です。馬なりで行ってみましょう。ほぼ完璧に近いらしいです。さあ、八重桜も富士ステークス出走です。特別調教思想会ってなんだ。まあ見るんですけどね。まず東京第5レース、くるみ賞ですね。2番人気これですね。状態を見てみましょう。ちょっとがれてますよね。そこが不安ですね。スターターまずまずです。さあ、どこまで行くか。先行策を選んでますからね。今、5番手、6番手。スキップ。さあ、4コーナーへ。7番手ですね。さあ、バグを抜け出せるか？今、外から持ち出して仕掛けていった。さあ、これ隠れちゃってるよ。左左。さあ、一騎打ちだ。どっちが勝つ？勝ったかな？勝ちましたね。おー、
伸びがもう安定してますよね。これで500万勝ちました。そうですね。さあ次は富士ステークスです。10番人気ダメですね。あんまり期待するなっていう感じですかね。コメント見てみましょう。あ、間違えた。大外じゃん。17番って。良い状態で平行す、ん？あーっと、なんかあったみたいだけど。何があるんだろう。おっと、前へ行っちゃってるよ。大丈夫か？あ、一回、前へ出させたら引きましたね。さあ、今3番手です。ちょっと、これから伸びるかって言ったら、厳しい。今、進路カットされましたね、7番に。まあ、ふざけんなっていう感じですが。でも伸びが悪、その前に伸びがあんまり良くなさそう。レッツゴー霧島かな。隠れちゃってんですよね、勝ち馬が。5着以内。お、いいですね。おっと、エキストラエンド。おっと、2着に入った重賞で、もうちょっとだった。低人気を跳ね返しました。そうかな。スタミナを増やせます。ダート状況などに備えて次へ勝ちましょう。おお。おっと、新しい状況が入手されました。ということで、資金が一気に増えます。資金的にはまあ余裕ですからね。何があるんだろう。なんか感謝パックなんてあるんだ。お得なんだけどな、確かに。まだまだですね。さて、ゆけいけは？まだですね。ジョーカー、調子が上がってきましたね。馬体重は？マイナス4キロ、480だから、ちょっとこれはまだ軽すぎる。馬台で行きましょう。ほっときましょう。2走目かな。あ、2走は走ってるのかな。あ、わからないな。まあ、悪くはないね。ゆけが疲れてる。ただ、もう一層走らせたい。普通クローネが？レースはまだですね。普通ウエスト、普通ボーイ。ダートいっぱいプールで無理やり減らそうとしてますが。もちろん再入球です。ちょっと重いかな？さ、特別調教やりましょう。なんかいろんなものがありますね。
ちょっと馬体が減りすぎてるな。メモを取ることができるということで、お、ファンタジーステークス出走です。絶好調ということで、自信を持ってレースに出せそうです。八重桜もいいですね。調子上がってきたということですね。はい、レース行きましょう。ファンタジーステークスウィークリーチャレンジっていうのがありますね。9番人気、それほど人気ないんだ。おっと。ちゃんとコメントは最後まで聞かないといけない。スタートです。後ろから2番目ですね。基本的にこのゲーム、前に行かないと厳しいんですよね。最後方にまで下がっちゃったよ。差し届かないからな、このゲーム。さ、おっと。9着。勝負根性。さあ、オーロカップに出走です。うわ、馬体重減りすぎだろう。おっと、エリザベス女王杯、これいいのか。成績見てみましょう。フジステークス2着の実績があるから、それはそれでいいのか。結構デブってますね、この馬。今、1000万の馬です。特別調教してみよう。これでも遅いんや。2走走ったかな。走った、放牧です。はい、ということでレース行ってみましょう。エリザベス女王杯ツーウエスト、一番人気ですね。オーロカップ普通って言うなっていう感じですが、おや、これは気迫を感じる目ですってことですね。また雨ですね。大雨。ん？二頭出し？あ、二頭出しだなこれ。ウエストとクローネの二頭出しなんだ。これいいのかな。さあ、とか言ってるうちもう4コーナーです。1400は忙しい。ちょっと様子がおかしいぞ。見えない見えない、前が。あー、頑張ってるが最後かわされて3着になった。残念。3着と5着ですね。
2万人気です、なんと。すごいですね。ただ馬体重が12キロ減ってるのはどうなんでしょうね。前に熊はいないので積極的に行きましょう。 G1 エリザベス女王杯、今日のハイライトです。全部見ましょう。チャ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 ということで、シーツ通りの、シーツ通りっていうか実際使っている通りの BGM です。さあどうね、どうなるか。スタートはばらついてるが、まあまあいいか、いい感じかもしれない。と横画面対応してほしいよな。さとか言ってるうちにすでに どこにいるんだ。大外を回っている。さあどこまで伸びてくるか。表彰台がやっとかな。3着ですね。でもまあなかなか賞金は稼げてるんじゃないかなと思います。エリンコート。距離は長いかもしれないってことですよね。まあ、ほっときましょう。もう一層走らせたいな。これでちょっと馬体重戻し始めました。八重桜2層走ってますね。ここまでよく頑張った感じです。放牧しましょう。なかなかタフですね。さあレース出走ですね。だいぶ馬体重戻してるし、出走登録もできるんですよね。あえてやっちゃいましょうか。これリットノームなんですよね。自主移行見てみましょう。こっち、牝馬ですよね。距離ってどうなんだろう。血統は？あ、完全に短距離馬じゃん。だから登録しないのもわかる。18でも長いぐらいだからな。かといってフェアリーステークスまで出すレースがないっていうのもちょっとな。はい、というわけで、こんな感じで、2周年やっていきました。シュボーマンも相当今貯めてますからね。権利数も多いし、
最後に、タピフレ、これはこのようになってますが、あと2人なのか。さすがにこの辺は解除していかないとね。いろいろやってますね。はい、ご覧の通り、このユーザー ID です。なので、ぜひぜひ、友達になっていただければ嬉しいです。 Twitter で招待できんだ。そう、ユーザー ID をコピー、 Twitter で招待。ですね、これで、結局戻ってきた。ユーザー ID コピーしても適用できないのか。というわけで、はい、2周年のダービースタディオマスターズやってきました。はい、もしお気に入りましたらチャンネル登録していただければ嬉しいです。もし動画を上げてらっしゃる方、何人目かコメントいただければ、何らかの対応いたします。ぜひいい対応したいと思いますので、よろしくお願いいたします。また、この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト、表示されます。お時間がありましたら、そちらを見ていただければ嬉しく思います。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。